どうもこんにちは何人の方ですか今日も抜け抜けと海にやってきましたよ。やってきましたね、はい、そう今日初登場のグッさん、お願いします。お願いします。で、まあ恒例のぞ恒例ののぞ船酔い中お大事で、で今日も来てくれました。はい、ともちんです。お願いします。2回目の出演です。ともちさんいたらすごく楽。いや、そんなことないですよ。プロですから。大体釣ってくれるから。プレッシャーありがたい。で、はい、あの、今日もことちゃん。はい、ことちゃん2回目です。あれ、でもなんか曇ってんのに、なんか眩しいよね。確かに。あれ、なんで眩しい。あれ眩しい。眩しい。ちょっと、あっちなんかカメラ触れる。おかしいな、帽子かぶってんのに。眩しいときはこうしたら眩しいときは眩しい。どうも山広です。おはようございます。若干間延びのするオープニングトークで私初めて参加させていただく。今日よろしくお願いいたします。お願いします。でもなんか最近船舶の免許を取られたんですよ。2級小型船舶の免許を取りまして、僕1級そんな言わなくていいこと言うんです。言うなよ。何なん？いや自分の自慢したくて。まあでもそうやってあの免許を取って、はい、初めて、はい、釣りに、はい、あの船釣りっていうんですか、はい、初めて来ましたんで、はい、本当に坊主にならないように頑張ってかましますね。思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速太刀魚釣りやっていきましょう。はい、はい、釣りが好きやねん、理由なんてなぜバカ野郎ベイベー、ただそこに海が春からとしか言えない。で早速もう今日ここ太刀魚のポイント来てるん で, そうです、もう前あの船団は全部太刀魚です。おしゃれるわー。友人さん知ってる船おるぜ、はい、あら早い。え、見たら分かる。分かりますよ。だいたいいつも乗ってるよね。ブルーの旗を立てないと一応。そうですね。この間ペーパーで僕はあ、習いました魚釣るときはこれ立てないとね。あ、そしたらちょっとお聞きしますね、ええ、最近勉強されてたんで。ちょっと待って。もういやいや、大丈夫です。すごいすごい。もう大自分から言ってきたんで。いや、もうペーパー通ってクリアしたから。あ、そうですね。なんなん、まあ、でもちょっと復習がてら言いますね、うん、じゃあ、あの今山広さんが言ったあの旗の名前は、うんうん、なんていう名前ですか。ピーキなんすかそれ。格安航空券みたいな。初めて聞いた。あれスパンカーです。スパンカー。そう、習ってないですかね、スパンカー。名前は習ってないですかね。バッサリ編集してる。ちょっと長いですけど、この状態にしてワイヤーで、そうです。あれやってなかったね。え、まあ、あれやってないです。とりあえずじゃあ太刀魚釣り、はい、好きや。バラバラ。やる前は一回なんかリハとかなかった。ダメ出しが。初心者のいきなり。なんなの。山さん、こんなに人気の YouTube に出るってなったのに予習してなかったんですか。それは俺は申し訳なかった。向こうしてて何ぞ。いきますよ。これあの釣り好きやねんなんで、これが竿やとして、うん、左手がリールを持ってるふりして、うん、釣りで投げて。好きやんねんって。じゃあ行きますよ。お願いします。せーの、釣り好きやねん。スタート。イエーイ。ありがとうございます。すいません。ずーっと送っていってますね。そうですそうですそうです。え、もうですか。もうゆっくりゆっくり。あ、来た、あ、来た来た来た。お。あ、山井さんも来てる。あ、待ってて。お。ゆっくり巻いていただいて、あの。今来てたんですけど、クッて入ったら、クッて引っ掛ける感じです。
まだ引っ掛けたら、いや、今来てますよ、うん、来てるとあ、そうすか。で、ちょっとこの巻いてきて、もう一回重たくなった瞬間にカッと触るよ。来てるかな。ダブルヒットされますか。すごい。なんか途中で軽くなったりするんですけど。あ、組み上げてくる時もあるんで。上に向かって泳いでたりするんで。あと何メートルぐらいですか。40、35ぐらい。ブルーに当たりました。78。あ、これ結構ボトムですね。何それボトム。あ、そこそこ。はい。あとでももう5メートル、4メートル。まさかこれで連れてない。ついてる。よしよしよし。あ、上げてもらって。やったー。ナイス、すごいすごい、綺麗にかかってる。すごい、おめでとうございます。これもう一回巻いて怖い怖い怖い、びっくりした。そのままでだけど、びっくりした。ダブルヒットでやりました。よかった。瞬間がこれかなって、どうかなって、でググッと来た時に確信はしたんだけど、巻き上げていくうちになんかバレてるんちゃうかなっていう。聞いてんの人な。で、ちょっと何してんの。親喜ぶんで。親喜ぶ。山広さんと遊んでるなんてもう最高の親子。もっちの親子さん、お元気ですか。ありがとうございます。今日はお世話になってます。そんな挨拶はありがたはずさなかった。さすがでございました。ありがとうございます。中央は中央なんとか。最近なんかそのベルトサイズだけを3本集めて、はい、三つ編みにして食べる食べ方とかやってますね。そうなんですか。中央編むんですよ。編んで焼くんですか。そうです。焼いたりいろいろ。物産も初釣りということで。物産はサビキでアジしか釣ったことないです。あ、でもそれはあるんですね。それはあります。さっきの餌がもう釣れたぐらい。さっきのあれが超か。あれが超か。またボトムちょっと反応出てきました。 そこの方ですね。はい、実はそこの方行ってみます。ほんと影。来た。やったー。おっしゃ。ボトちゃん、不利な中。カウンターが置かない中、たった一人カウンターない中来ましたね。ゴトちゃん来たよ。ゴトちゃん来たよ。グッサンだけ。あ、結構深い。そこ、あ、来た。来ました。おるやったよっしゃー。あ、いいサイズなのでは。大きい。ナイス。すごい、おめでとうございます。いいと思ってもらってます。あ、いいと思います。でかいでかい。大きいです。すげー。すごい、おめでとうございます。ありがとうございます。すごい、グッタンもいいサイズ。でかいでかい。ナイス。ダブルヒット。ダブルヒット。グッタン初。初。初タチウオ。おめでとうございます。おめでとうございます。でかい。嬉しい、モッサン良かったですね。いや、良かった。ちょっと今日結構ハラハラしてましたもんね。そう、山広さん、せっかく来てくれたのにほんまに坊主になったらさ。元から坊主や。じゃあ坊主ちゃんはハゲやん。これ今日、タチウオすでにもう4本上がりましたけど、どんぐらいします、その天竜までの時間。今9時半やろ。はい。ほんで落とし込みも。落とし込みもやります。か、でも飲ませ、結構アジ死んじゃったから。そうなんですよね。アジそんなに持たへんと思うの、いきなり飲ませって。だからマイクロ軸やろうか。結構そんなあった。
あの、ケイコさんの。あ、釣れてた。釣れてたとかあるんですか？釣れてました。どうすればいいの？このまま上げていい？そのまま糸をちょっと。やったー、やったー。めっちゃちっちゃい。すごい。でもこれが普通サイズですよね、こんぐらいが。さすが出てますね。やっぱり。やっぱりね。だから、アリちゃん、はい、山広さんに関しては、はい、あの今取らんでいいかって油断はないから。なるほど、うん、すいません。今みたいなことをこれからどんどんやるよ。いやご飯食べようとかいう隙は。そう、そんなないないない。もう嫌なやつやん。そんなんばっかりしてたら。当たったかどうかぐらい分かれてたらしい。今までボトムなんて言い方してなかったの。ともちんさんに影響されてますね。え、何が？え、ボトムやで。え、ボトムなんて言い方してました。ボトム、いや、え、なんで？いや、なんかあんま聞き慣れない感じがするなと思って。いや、ボトムはボトム。あ、そうです、うん。あ、アリちゃんたちには使ってなかったかも。私たちに使わないで誰に使ってたんですか。え、難しいでしょ、英語。わかりますよ、そのぐらい。アリちゃん鋭いな。俺がちょっといい言葉聞いたと思ってパクったの見逃さへんな。はい、違和感があったんでちょっと。今までボトムってあんまり言わなかった。今日初めて聞きました。そこどのあたり？ボトム？ボトムです。オッケー、ボトム反応ありです。来てますね、山広さん来たって。え、わあ、すごい。本当にすごい。来てるよね、今度こそ。え、来てますか？今度は実感してるんだけど、来てない？今度は実感してる。実感している。なんか割にちょっとあんまりわからない。え、嘘。あら、いやいや、でも来てるんですよね。うん、僕的には来てる。あれ、ごめん、ちょっとなかったことにして。来てない、恥じられてるかもしれない。いや、そうです、そうです。一回見た方がいいかもです。これで餌ピカピカやったら何に反応したんやってことだよね。お、来た、山下さん。あ、ほら、あ、来てなかった。あ、ピカピカです。あら、あれ、落としまーす。落としまーす。来てる。え、グッサン来てます。来てますか？ボトム来てます。みんな言いたくなる単語、ボトム。あ、来てる。あ、来てる。あ、お、なんか最後に来たのでは。あ、来た。来ました。やったー。大きいです。すごい、いいサイズです。 F4 はね、F4 は余裕で。なんかまた聞き慣れない言葉。 F4 F4 これも前回。 F4 って何？あの、フィンガー4です。 F4 本分の太さ。 F4 だ。そこで今まで言ってた。あの、指何本分ってしっかり言われてました、今まで。 F4 あるね、これね。 F4 あるね。 F4 だと思います。 F4 認定。あ、来た、来た。来ました。やった。今度は信じていいですか。これ、ほら。あ、来てます。やった。わお、よかった。間違いない。今度こそ間違いない。小物の子軽くなった。あ、これ立ち泳ぎしてるからかな。すごい。皆さん、どんどん単語吸収されてますね、なんか。今日だけの浅い知識で喋ってる。ボトムに近かった。あ、来ましたね。来ました。おー、います。おる、おった。おめでとうございます。よし。イエーイ。なんか俺もいつもちっちゃいな。ちょっと、でもまあ、でも十分ですよ。本当？あ、来ました。あ、なんかすごい曲がってる。コトちゃんのすごいじゃないですか。すごい曲がってる。なんか、めっちゃしなってません？よしよし。ヒットがググッと来ましたね。ググッと来ましたね、今。めっちゃ曲がってますよ、あっち。めっちゃ曲がってますよ。イエーイとかやる前にこちらに来ちゃう。あ、バレたかな？
けでかかったからガンガンって暴れて、外れてしまう。ドラゴンかもしれないです、ね、ドラゴン。あらあれ、ああボロボロになってる餌が。ボロボロだ。来てましたね。これは餌変えた方がいいですね。はい、あと15分で釣りチェンジ。あとまあ15分2本ぐらい、2、3本あげたら、2、3本あげたらポンポンポンって上がるよ、ここ。本当ですか。ポンポンポンと。ミトですか。ミトです。ボトムできました。ボトムできました。なんか本物っぽいです。いや、あ、ウェア？ボトン？バトン？バトン？ボトン？ボトン？ボトン？イエーイ！残り7メーターです。あ、もう来ちゃう。そんなこと言ってない時に残り7メーターです。あ、来た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 。お、あ、怖い。あ、ごめんなさいごめんなさい。ごめんなさい、ちょっと抜き上げました。はい、すいません。あ、怖かったので抜きました。釣りました。わ、すごい。やりました。グッサイズ、イエーズ、ナイスフィッシュ。何ですか。あの、いい魚だって。何を説明してるんですか。F4 は余裕である。あ、女の人やったら5ぐらいあると思う。5あるんじゃないでしょうか。あ、アンリちゃんの5や。すごい。ありがとうございます。ナイスサイズ、グッフィッシュ。じゃあ、あと1本ぐらい上がったらちょっと次の釣りにチェンジでしょうか。どうしましょうか。どうしましょうか。じゃあ、あと1本立ちよう。早いもん勝ちで、あと1本。あと1本立ちよう釣ったら違うのやります。ご視聴ありがとうございます。おすすめ動画はこちらです。チャンネル登録よろしくお願いします。お題を